はい、皆様お疲れ様でございます。ツイソンです。本日のお家で自分でフェイクバスターズ対象スニーカーはこちら2021年6月19日発売、ナイキエアージョーダン1レトロハイオージーライトフュージョンレッド、こちらをですね比較対象として本日はやっていきたいと思います。まずはじめにこちらが正規品であるというエビデンスにつきましては、はい、自身でですねゴッテム当選品ということになっております。まあ、3足ねスニーカーズで購入させていただきました。そのうちのまあ1つということで、まあ、個体差も確認しましたけども、まあ、特に大きなね個体差はないので、そのまま比較動画としてやっていきたいと思います。はい、そうしましたらボックスラベルの方から見ていきましょう。何度も言っておりますが、メイドインチャイナ、大文字か小文字か、小文字の場合は偽物ですと。はい、でカラー表記、これの配列、上下のバランス、これをチェックしてください。あとは全体的にフォントの違い、これが違わないかを確認しましょう。続きましてボックス全体です。照明などを照らして、このようにですね段ボール感、まああのラインですけども、段ボールのねラインが見えるか見えないか、凹凸感があるかないか、これをしっかりと比較しましょう。続いて上蓋、刻印のはね一応こう薄く入っております。で包装紙は無地ですね、ストライプがないパターンですね。はい、続いてシューキーパーです。でまあ凹凸感というところもそうですけども、個体差がありますので、明らかな違い、デザインの違い、年代によってもですね、このジャンプマンロゴ、これが大きかったり位置が違ったり、まあこの辺のねところもそうですけど、年代によってデザインが若干違います。その年代のギャップ、年代の違いというところの矛盾点、これをね、比較していただければなと思います。裏側には英語表記ねしっかりと、はい、ございます。はい、黒タグの方です。ご使用前に必ずお読みくださいという字が太くないかどうか、あと全体的に字体のフォントの違い、太さ細さ、その辺を比較してください。続いて替え紐が、合計で3つついてます。まあ黄色というかね、こちらでフュージョン、まあ、レッド、はい、ブラック、はい、こんな感じですね。非常に綺麗にね、整頓されて入ってますね。はい、そうしましたらアッパー外側、フォルムディテールという形で、見ていきましょう。全体のフォルムね非常に重要ですので、しっかりと比較してください。でクローズアップしていきます。ウィングロゴで、まあ数種、あとこの辺のですね、この黄色、なんか塗った感がすごいあるレザーになってますね。今回はなんか 黒とか白とかに色をね塗り足したような感じの質感になってるのが特徴かなと。まあピンクい部分に関してもですね、まあ、この辺はすごい自然的な自然体なカラーレザーなんですけど、この辺のシワとかを見るとなんかすごい塗ってる感が否めない感じ。続いて内側、アッパーですね。同様にフォルム、内側のフォルム。で、ヒール見ていきましょう。どちらかというとですね、これね偽物にねよくあるパターンというかね、若干横の長方形になっている、正方形ではなくてね。でもまあ結局ねこういう風に個体差でありますので、まあすごくね重要な部分ではないというのはこういったところからもね分かりますね。で塔のホール形、メンズですので大きめの塔のホール形になってます。終端ですね。続いて
私ね、このタンタグすごい好きなんですよね。まさになんかフュージョンっていう感じ、グラデーションの感じがかっこいいなって思います。で、タン、シュータン、裏、まあ、あのこの辺にね、この裏のやつがこう出てくるとか、これも完全個体差なんで、そこまでね気にする必要はないかなと。ではそのままライニング見ていきます。ライニングはこうツルツルした素材感のものですね。で、内タグ、続いてアウトソール見ます。アウトソールに関しても個体差が非常にね、特に凹凸感なんていうのは個体差がすごいあるので、全くデザインがね違わない限りはほぼほぼ比較対象にはならないですね。はい、続いてインソールです。ピンクと黄色のね。で、今回ね、新たな発見というか、この裏面の糊付けがちょっと今までのね、細い横ライン、横の線に比べてかなり太めのね、糊付けになってますと。ここがちょっと大きく違う点かなと、今回ね、思いました。はい。で、中底ですね。それではマジックライトやります。ミッドソール反応ありですね。で、ホワイトレザーに関しての縫い糸、これ反応ありです。それ以外の縫い糸反応なしですね。あ、思ったんですけど、これアッパー全部これ反応ありですね。これピンクの部分、黄色い部分もそうですね。完全に色変わってますね。ウィングロゴは反応なしですけど、これアッパー全部反応ありです。すごいですね。これクラブとか行ったらクソ目立ちますよ。これこんな感じで紫外線ライトのところ行くとビカビカに光りますからね。これはもうクラブ仕様ですね。クソド派手だわ。すごい、これわかります？なんかもうライトがついたかのような光り方。ちょっと面白い発見ですね。で、中底も、はい、縫い糸、まあ、いつものね反応箇所ですね。はい、はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。何かご不明な点などございましたら気軽にコメントください。それでは本日の比較動画以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。